深谷水道深谷水道は三重県島市にある運河、阿誤湾と太平洋を結ぶ。2006年に水産庁が発表した未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産100選に島漁業の土木遺跡の一つとして選定された。島半島の南端にある先島半島はこの運河によって本土から切り離されており島のようになっている。深谷水道付近の空中写真。 画像下方が概要、左上に続く、イカダの浮かぶ水面が、アゴワンである。国土交通省国土画像情報をもとに、作成島市の南方、島下王町船越と、同市島町、カタダの境界に位置し、旧島郡内王町と、同郡島城の町境となっていた。全長660メートル、幅14.5メートルで、アゴワンと太平洋を最短距離で結んでいる。 水路は南北方向に通っており、北端と南端に灯台が設置されている。地理的に見て、最も陸地部が狭かったため、この場所に水道が建設された。地元の三重県立水産高等学校教員である湖城茂人が1960年から1964年にかけて深谷水道で海藻の分布を調査したところ、水道の深部では、 外洋性の海藻から内海性の海藻へと徐々に変化していった一方、長官帯では水道口で植性が大きく変化しており、外洋水は深部では多く流入していることが明らかになった。三木本幸吉が真珠の養殖に成功して以降、アコヤ貝の産地であるアゴ湾では真珠養殖が盛んになった。 当時の船越村や片田村でも真珠養殖が行われたが、湾王に位置するため冷水が滞留しやすく、赤潮が発生するなど問題を抱えていた。特に1926年には、数10日にわたって海水温の低い状態が継続し、アコヤ貝のほとんどが死滅するという大きな被害が発生した。そこで、黒潮の流れる暖かい太平洋の水をアゴ湾に引き込むため、 深谷水道開発委員会が結成された。1931年4月に三重県庁から許可が下り、同年8月に着工した。片田村郷土市等によれば、当時、船越村や片田村の村民以外からは、深谷水道の改作により悪影響が出るのではないか、と建設に反対していたという。深谷水道にかけられた、 深谷大橋1932年10月14日に工事は完了、深谷水道が開通した。工費は当時の金額で13万5千円を要し、船越、片田両村が負担した。深谷水道の完成により、阿賀湾の水質が改善されたばかりでなく、阿賀湾と太平洋を往来する漁船にとっても便利な通り道となった。また水道完成を契機として、片田浦に新しく、 港を作れるようになり、麦先沖に張る大敷網も作られた。この水道によって、島半島から先島半島が切り離されたため、水道上には三重県道として深谷大橋が設けられた。1969年9月6日には、公共性の高い航路として漁港指定を受け、深谷漁港の一部となった。2006年2月17日、未来に残したい。 漁業漁村の歴史文化財産百選が水産庁から発表され、島漁業の土木遺跡として、キき漁港の石積遺跡と共に選定された。2011年3月11日、太平洋三陸沖を震源として発生した、東北地方太平洋沖地震で、深谷水道から侵入した津波が、阿護案内の真珠いかだに被害を与えている。深谷大橋島町、片田川から、 大王朝、船越川を望む。写真左上の建物は島、島市深谷水道には、国道260号の深谷大橋と島市道の深谷橋の2本の橋梁が架けられている。深谷大橋は、1978年5月26日に、架橋。深谷橋は、水道完成により架橋された。鉄筋コンクリート構造のアーチ式の橋で、完成当時は、 深谷大橋という名称で、先島地方で最大の橋であった。佳境寺は、三重県道、後に国道となったが、深谷大橋の完成により、名称を深谷橋と改め、国道ではなくなった。大王朝、船越川には、リゾートマンションの、島アーバンリゾート、島シーサイドリゾートや京都市教育委員会が管理する、京都市野外教育センター奥、島三崎の家がある。 島町、片田川には、デイサービスセンターは、マミの里や片田修病センターがある。深谷水道に、公共交通を利用して訪れる場合、近鉄島線羽課駅より三重交通の路線バス、小座交域に乗車、深谷水道バス停で下車する。自動車を利用する場合、国道2 6十号沿いにある。駐車区出店。ありがとうございます。